さていよいよローマにやってきました。これほど豊かに歴史の歩みをとどめた、しかも各時代の美術の傑作があふれる街、人間性がこれほど存分に表現された空間は世界に類がありません。まず最初にローマのまさに中心に位置するベネツィア広場にやってきました。広場を支配するヴィットリアーノは国家統一が実現したことを祝ってヴィットリオ・エマヌエレ2世に捧げられた巨大な記念碑です。26年にわたる工事を経て1911年に完成、ジュゼッペ・サッコーニの設計です。広場の名前はベネツィア宮殿から来ており、この宮殿はルネッサンス初期の厳格な外観を持ち、ベネツィア共和国からローマ法王への大使館でした。ヴィットリアーノの後ろはカンピドリオ、ローマの7つの丘のうち一番小さな丘ですが、歴史を通じて一番重要な丘となりました。石段の坂道もその上の広場もミケランジェロの設計、比較的小さな空間を広々と見せて見事な調和感を醸しています。広場中央には有名な皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像、ここにあるのはコピーで、オリジナルは広場に面した建物カピトリーノ美術館の入り口にあります。元老院宮殿の背後のテラスからはフォーロ・ロマーノの全景を見渡すことができます。古代ローマの頭脳として、また心臓として、この大広場は10世紀にわたって古代ローマのあらゆる活動の推進力となり、西洋文明を導く役割を果たした誠に意義のある空間です。クーリアとは元老院、年長者の知恵を集めるところ。ローマ3人目の王トゥリウス・オストリウス王が建てたのが何度も改築されました。2代目のローマ王ヌーマ・ポンピリウス王はベスタの神殿を築き、ベスターリの巫女の制度を開始しました。ベスターリの乙女たちはローマの永遠の命を象徴する聖火を消さずに保つことを使命としていました。彼女たちは国家によって厚い待遇を受け、神のごとく尊敬されて、30歳になるまでにこの使命に準じ、もしその前に処女の誓いを破ったり聖火を消した場合は死刑と定められていました。双子のカストルとポルックスはトロイの美女ヘレンの兄弟。彼らに捧げられた神殿の3本の円柱が今に残り、パラティーノの丘を背景にくっきりと立っています。やはり共和制の時代に最初のバジリカが作られました。バジリカとは商業取引や裁判などさまざまな集会のための建物でした。
極めて保存の良いセッティミウス・セベルスの凱旋門。シーザーの時代からすでに150万の市民を抱えたローマの公共広場として、フォーロは小さすぎるものとなったので、ジュリアス・シーザー、アウグストゥス、ネルバ、トライアヌスといった歴代皇帝が政治と商業の中心となるよう大規模な公共広場を作らせました。トライアヌスのフォーラムは西暦110年に完成、皇帝のフォーラムの最後のものです。トライアヌスの円柱はダキア、つまり今のルーマニアとの戦いと勝利を記念しています。フラビアヌスの円形劇場はコロッセオと呼ばれて、古代ローマ遺跡の最大のもの。紀元前72年にベスパシアヌス皇帝が着工させ、8年後その息子ティトゥスの時代に完成。観客席には5万人が収容され、ベラリウムという巨大な布の天井が強い日差しを和らげました。このコロッセオでは、主に剣闘士の戦いと凝った舞台装置の中での猛獣の捕獲シーンが演じられ、例えばトライアヌスの時代には1万人の剣闘士が出場し、1万1000の猛獣が殺されました。コロッセオの傍らに立つコンスタンティヌスの凱旋門は、西暦315年有名なミルビオ橋の戦いで皇帝がマクセンティウスを破ったのを記念して建てられました。パラティーノの丘とアベンティーノの丘との間の窪地にはチルコマッシモ、つまり大競技場の跡が残っています。馬に引かせての戦車競争が行われたところで、25万の観衆を収容することができました。ここではキリスト教徒が死刑に処されたこともあり、殉教者たちを埋葬したカタコンベはアピア街道に残っています。アッピア街道の出発点はアッピアの門、またはサンセバスティアノの門。西暦270年に作られたアウレリアヌスの史壁が最もよく保存されています。アッピア街道を外に向かってカタコンベまでやってきました。そのうち最も古いのはサンカリストのカタコンベ。地下を幾層にも掘り下げて、通路は迷路のように入り組みます。サンセバスティアノのカタコンベは常に一般に公開されていたため、馴染みが深く人々の尊敬と祈りを受けてきました。
アッピア街道をさらに外へ行くと、チェチリア・メテッラの墳墓が緑の恐竜の中に古代もさながらに立ち残ります。サンジョバンニ・イン・ラテラーノの教会はローマ市の司教座教会で、コンスタンティヌス皇帝がラテラーノ一族の領地に建てさせたもの。異教に対するキリスト教の勝利を象徴します。この一軍の建物は1378年まで約1000年の間、バチカンに帰るまでのローマ法王の本拠でもありました。内部は1650年ボロミーニがバロック風に改装し、ベルニーニの弟子たちによる使徒たちの像はより重厚なスタイルです。